これは知らなかった。中島飛行機、その2。前回のこれは知らなかった。中島飛行機で紹介しきれなかった機体を紹介します。百式重爆撃機、ドン・リュウ。 日本陸軍において、戦闘機の護衛を必要としない高速性能と重武装の重爆撃機を目指して設計されたが、現実においては戦闘機の護衛を必要とした。敵陣地爆撃を主目的として戦争中の中国戦線及び南方方面で活躍した。 燃料タンクは防弾式であり、機銃6門の他に胴体工場部に 20mm 機銃を装備し、最大速度は時速 470km と優速であり、同時期の海軍の一式陸上攻撃機より優れている部分があった。爆弾搭載量は 750kg から 1000kg。生産数は核型合わせて813機。 夜間戦闘機月光。日本海軍の夜間戦闘機。ラバウルにて B17 や B24 の夜間迎撃のため2式陸上偵察機の試作機に射重を装備して実戦投入したところ、たちまち戦果を上げたため月光として正式採用された。 終戦まで日本海軍の主力夜間戦闘機として B29 を相手にして本土防空に奮闘した。生産機数は二式陸上偵察機も含めて477機。月光の追い立ちについては後日別動画を作りたいと思います。二式水上戦闘機。 日本海軍は水上戦闘機強風の施策を進めていたが、開発が難航し南方進行作戦に間に合わないことが明白になったため、当時配備が始まった冷戦11型をベースにした水上戦闘機の開発生産を中島飛行機に命じた。 戦線拡大により太平洋各地に展開した海軍航空隊に配備され、戦団護衛や七防空に活躍した。水上機としては高性能であるが、米軍の単発戦闘機との正面切手の戦闘は困難であり、主に爆撃機、偵察機に対しての迎撃に用いられた。試作特殊攻撃機機下。 日本初の巡国産ジェット機である。エンジン開発は主に空気商が担当し、機体を中島飛行機が開発製造。ドイツの ME262 に関する情報は、帰国途中の潜水艦が撃沈されたため、肝心な機体部分やエンジンの心臓部分の設計図が存在せず、結果的に大部分が日本独自の開発になった。 外観は ME262 に似ているが、サイズが一回り小さく ME262 の交代翼と異なり、テーパー翼を採用するなど、ほとんど独自設計である。武装は胴体下に 500kg または 800kg 爆弾を一つ搭載、固定武装は 30mm 機銃2丁。試験飛行を行ったが、終戦となった。 改めて中島飛行機が陸軍機から海軍機まで幅広く開発、生産した航空機の多さに驚いてしまいます。日本航空機産業の中核だったんですね。知りませんでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。